続けよう。これからの世界の話を。極の番というものを知っているか。領域を除いたそれぞれの術式の王位のようなものだ。呪霊操術極の渦巻き。取り込む呪霊を一つにまとめ、超高密度の呪力を相手にぶつける。何を笑ってんだよ。いや、すまない。急に怪しいことを始めてしまった。渦巻きの話だったね。渦巻きは強力だが、呪霊操術の強みがデカスの多さを捨てることになる。だから初めはあまり注がれなかった。ただの呪霊のリズムが整っていたか。でも違った。その進化は準1級以上の呪霊を渦巻きに使用したという。私が気づかないと思ったのか。標的は一元のマスター。